それじゃあですね、国会法104条に基づいて提出を求められた記録、要するに、申請な書類を提出せず、応接録を廃棄したといい、この国会の国政調査権を妨害したと、国会法に違反したという事実は認めになられますか。いわゆる国政調査権の発動につきましては、国会のご判断によるものであり、決裁文書の改ざん等の一連の問題行為につきまして、国政調査権の発動を妨害したという評価になるかどうかにつきましては、財務省がの立場で申し上げることは困難だと、財務省といたしましても、国権の最高機関である国会への対応として、決裁文書の改ざんを行って、改ざん後の文書を国会に提出したことですとか、応接録につきまして、国会審議において損否が問題となって、文書管理ルールに基づき存在しない旨を答弁した前後に廃棄を進めてしまったことにつきましては、これはあってはならない不適切な対応だったと考えております。さらに国会の要請に基づき行われました会計検査院の検査に対して不適切な行為を行ったことも問題、これら全部含めまして処分を行ったということでございます。